出だしですが、フロントピックアップに切り替えて、ここは、4弦の13、14A ハンマリング、これもテンポに合わせてアームを 1,2,3,4,5 回とします。そして、裏からこれも、右手はオルタネイトといいまして、アップダウンアップダウンアップダウンの繰り返しでいいと思います。そして最後のビブラートですが、人差し指だけ、裏も浮かしています。浮かした状態で下に弦を引っ張ってみてください。そんなに力はいりません。このフレットとフレットに、乗せるだけで音は鳴ってくれます。下に引っ張ったらその代わり必ず戻しましょう。これ戻さなければ、音が高いまま少しだけの揺れになりますので、下に引っ張って、戻すことによって音の幅が出ます。音程の幅が出ます。ここも6連符、ここは、エコノミーピッキングといいまして、ダウンアップダウン、そして次弦が移動するときにダウンから始まります。ですのでダウンアップダウンダウンアップダウン、こうしますと、速度が稼げます。これが全てオルタネイトですと、ダウンアップダウン、次弦をまたいでアップしなければなりません。そして、こっち側も大変な労力ですので、下ろすだけで、弦が変わるときは下ろすだけでいいという、その時のコツですが、この親指をこうこね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 こう回すような感じで弾くと、うまくいくのではないでしょうか。しかし、これをいきなり、今までオルタネイトばっかりで練習してきた人が、このエコノミーピッキングに切り替えて、1分や2分でできるわけがありません。やっぱり、下手したら1年2年練習してますと、なんでこんなことができなかったんやっていうぐらい、できると思います。要は、その練習を重ねる、のが一番大事だということです。ここで、1分ほど練習して俺には無理と言って諦めると、もう一生できなくなりますので、頑張って、エコノミーピッキングを練習してください。ここで2弦だけ厄介なのが、2弦で2回弾いています。ここはオルタネイト、そしてここで、そのままダウンですが、ここはエコノミーじゃなく普通の、2弦が、アップで終わってますので、そのままダウンという、非常にこのトロロという間に、いろんなことが詰まっています。これぐらい早いので、手癖になるように、練習してください。そしてこの、1弦の19フレットを、弾いて瞬時に2弦の19フレット、このテクニックですが、これはもう1弦と2弦、一緒にチョーキングして、言うたら2弦を道連れにして
弾くのは1本だけです。そしてこの音を、切ると同時に、2弦の19フレットを弾きますと、まあこう簡単なようで難しいのですが、そういう風なテクニックを使っています。そしてここで、リアピックアップに切り替えて、強烈なビブラートですが、これはもうチョーキングです。一音チョーキングを何回も繰り返してください。ここも一音チョーキングです。そして最後だけ、1音半ぐらい音が揺れています。2弦の17フレットの音までかけますと、ああいう風なニュアンスになります。非常に早いですが、頑張ってみましょう。そしてその1音半かけてる間にまたフロントに切り替えます。ここまでやってみます。1、2、3、4、5